絵を描いたりとか物を作ったりすることが自分を表現する唯一の術だと思っているので、多分死ぬまで絵描くことは好きだなっていう思います。そういうんだけど、僕たちも必要だったら デザイン専攻写真映像分野の風間くるみです。と物心ついた時から絵を描くことは好き で普段あんまり自分の思っていることとかを表現するのが得意じゃなくて、で絵を描いたりとか物を作ったりすることが自分を表現する唯一の術だと思っているので、多分死ぬまで絵描くことは好きだなっていう思います。楽しいです。結構入る前はなんか学校行って授業受けて帰るみたいな、そういう生活だと思ってたんですけど、実際はなんか先生とか助手さんからこういう仕事とか企画があるんだけどやってみないかって声かけてもらったりとか、あと自分で部活とかサークルとかやってるので、すごい毎日なんか変なことしてて毎日飽きない1週間であっという間です。毎日昔から絵を描いたりとか物を作ったりすることは好きで、でもそんなになんか将来どうしたいっていうのはそんなになかったんですけど、中学生の時に音楽が好きになって、で好きなバンドとか見てるうちに自分も表現する側に立ちたいなって思うようになって、で美術科のある高校に進学して、で3年間美術の勉強してったんですけど、やっぱ高校の3年間だけだと足りないなって思って、で大学になってももっとデザインのこととかまだ自分がやったことないことを知りたいなと思って美大に進学しました。手書きのアニメーションの制作をしています。とアニメーション、手書きのアニメーションの基礎みたいなことをやってて、本当に 1,2 秒くらいの短い映像なんですけど、この跳ねてるボールとか、と2種類あって、でこれは鉄のボール、重い目のボールの跳ね方をやってて、でもう一枚がゴムボールの跳ね方なんですけど、やっぱり重さが違うと跳ね方とかスピード感とかも違うので、そこの表現が最初難しかったです。これは風になびく旗なんですけど、風って形のないものなので、それを表現することってすごい難しくて、風を円柱だと思って、この円柱が流れるように描くと風っぽくなるよっていうのを聞いてやってみました。コマ撮りのアニメーションの原型っていうか量産してます。なんか歩く動きはみんなやるかなと思って、なんかぶっちゃいそうだと思って飛ばしたかったなんかこう置いてパシャって撮って、置いてパシャって撮ってみたいな。水曜日が午前中の授業が2年生はないので、友達3人で毎週お菓子を作ってます。きっかけは細田先生のところにオーブンとかがあって、で結構小麦粉とか、 なんかお菓子作りの材料が何でも揃ってて、もう好きに使っていいよって言われたんで、全力で自由に使ってやろうっていう話で、こういうことになってました。気づいたらなんかみんな来週は
何作るとかどういうデザインにするとかで、結構お菓子の盛り付けとかでそういう見せ方っていうのも何気に学んでたりとか、写真を撮るときちゃんとライティングとかして背景も作って結構本気でやってるんで、なんか遊んでるつもりだけど実は勉強になってるみたいなとこもあります。楽しい授業は細田先生の写真の授業です。すごいなんかこうしなきゃいけないみたいなのがなくて、なんか先生も試行錯誤しながらみんなで一緒にどうしたらかっこよく撮れるかっていうのを考えてわちゃわちゃやるのが楽しくて、なんか金属のものを撮るのに映り込まないようになんか黒い紙とか白い紙でもう部屋を作っちゃったりとかして、そういうのがすごい大変だけど楽しいなって思います。なんか商品の写真とかなんか普段さらっと見てるけど、こんなになんか 大掛かりになってやってるんだっていうのがすごいびっくりしました。とりあえずなんか自分が面白いと思うこととかやってみたいことに積極的に手を出してなんかいろいろなんか縛られずに作っていきたいなっていうのは思ってるんですけど、今はアニメーションの方に力を入れて将来ミュージックビデオとかなんかそういうのを作れたらいいなと思ってます。浅川さんに最初に会ったのはいつのことでしたでしょうか。なんじゃないの。風間さんに会った時に、風間さんの T シャツに世界が一つになりませんですよ、なりませんよ、なりませんようにっていうなんか言葉が書いてあって、で。それが、なんだ、リンナンボーイズっていうバンドの、何年か前の武道館ライブのタイトルなんですよね。で、僕は実はそのライブも、そのバンドについても全く分かんないんだけど、実は聞いたことないんだけど、そのタイトルだけ異常に覚えてて、どっかで見かけて、あ、すごいメッセージだなと思って。でもうその一言だけでまあなんかガラガラとこう今までの価値観を崩されるような思いだったのを思い出したわけですよ。で結局その世界が一つにならない方がいいっていうメッセージは僕ら世代の、ものの考え方の、まあ、逆をいくというか、そうか、そういうふうに考える人がいるんだっていうのを、なんか、どっか道を歩いてて、どっか山手線の電車の中とかそういう感じで見て、へぇーと思ったメッセージだった。もう何年前や、あれ。結構前だよね。結構前のライブのタイトルで、なんかすっげー頭に残ってたの。それを、そのメッセージを着てる学生がいるっていうのが、おーってなったわけですよ。まあ、結局今も世の中っていうのは基本的には一つになろうと知ってると思うし、コロナの騒ぎが始まった時にやっぱ一つになんなきゃみたいな感じがしましたよね。特にコロナの時はしたけど、あれに逆らうっていうのがやっぱ必要なんだなっていうのをいつも思い出すよね、あとは見ると。あ、一つにならなくてよかったなって。風間さんはそうやってなんか新しいことっていうかみんなと違うことを、主張してやっていく学生なんだと思いますわ。ああ、そうだと思う。
だからそれを貫いてほしいですよね。